はい皆さんおはようございます今回ついに仕掛けから撮影していた箱穴でイノシシが捕獲されましたはい今入っていますここはカメラも設置しているので後から確認していきたいと思います はい今日は1月7日土曜日です。えー、約3 0キロぐらいのイノシシが箱穴で捕獲されたので、今から電気止めさしきを使って止めさししたいと思います、えー。こちらがバッテリーで、こちらがインバーターです、えー。これが箱穴で使用する電気止めさしきです、えー。電気止めさしきのコンセントをインバーターにさしますで。手元のスイッチはきりになっているかを確認します。でイノシシに近づいて 三十キロもないですね。で、アースクリップを箱穴に取り付けます。で,できるだけ出入り口で止め差しした方が運び出しやすいので、こちら側で止め差しするようにします。刺します。 約10秒ぐらい電気を流しますで、一旦切ります差し直します電源を入れて差し直します<ー>電源を切ります最後に必ずナイフなどで止め差しを行ってください 必ず絶命を確認して箱穴を開けてくださいそして電気止めさし使用後は必ずソケットを外しておいてくださいこれでバッテリーの放電はしませんえそして捕獲後はまた餌を巻いておきます次は箱穴ではなく箱穴の周りに多めに巻きます これでまた数日様子を見て捕獲できればいいと思います。今回は3 0 k ロのイノシシを箱穴で捕獲しました。この箱穴は設置から動画を撮影していた場所なので参考になるかと思います。はい、今回は約3 0キロのイノシシでした。電気止め差し敷や捕獲に関しての動画は動画の概要欄や再生リストにありますのでそちらを参考にしてください。今日もご視聴ありがとうございました。大田製作所は狩猟用の罠を販売する会社です。これから狩猟を始めたい方。 もっと捕獲したい方へ向け罠を販売し使い方、組み立て方、ポイントなどは YouTube で学ぶことができ誰でも簡単、安全に使うことのできる罠作りを目指しています YouTube を見たけどわからないここをもっと知りたいこれから狩猟を始めたいという方はお気軽に大田製作所ホームページ公式 LINE、Instagram、お電話、おメールよりお問い合わせください